もちろん、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドーン！本田圭佑恋は爆上げするのか？日本！日本！本田圭佑氏は元日本代表のプロサッカー選手です。ワールドカップでは3大会連続ゴールという快挙を成し遂げました。無回転フリーキックというボールの軌道が不規則に変化するシュートがかっこいい。現在の活動はカンボジア代表の監督、アフリカのサッカークラブのオーナー、そして日本ではサッカースクールを開校するなどサッカー選手育成のために活動しながら現役も続けています。今年の8月にアフリカのサッカークラブの暗号資産を発行しましたが、この動画はアフリカのコインではなく本田氏自身のコインの話です。このコインです。ドン！サッカーの本田圭佑選手、ファン向け仮想通貨、圭佑本田コインを発表！新しい革新的なファンクラブ！コインの所有者は、本田選手が定期的にアップデートするビデオを入手できるほか、ディスコードのプライベートチャットで本田選手とやり取りができる。一つ約束したいと思う。このプロジェクトから得られたお金は全てのポジティブなインパクトのために使われ、トークン保有者にはどのように使われたのかについて 100% の透明性を提供する。圭佑の K と S と K を取って、KSK。KSK 本田コイン。もしかして、KSK と書いて、圭佑と読むのかな？この動画では、本田コインと呼びます。ファンにとっては、本田氏とチャットしたり、限定動画を見れるのは嬉しいことに違いありません。では、本田コインは爆上げするのか、検証を通して予想します。まず、本田コインを発行する場所は、ここです。ドン！クリエイターコイン！クリエイタースビルディングネクストジェネレーションエンゲージメントエコノミー、次世代のエンゲージメントエコノミーを構築するクリエイター。エンゲージメントとはですね、絆や愛着といった意味の単語です。クリエイターコインはクリエイターの資金調達とファンとの交流を深めるのを支援するプロジェクトです。クリエイターは自分のコインをクリエイターコインのプラットフォームで発行し、そのコインをファンや投資家が買うことで値がつきます。本田氏はこのプラットフォームで本田コインを発行して保有者限定のサービスを提供する新しいタイプのファンクラブを開始しました。現在価格ドン！ 1.237 ドル。発行枚数は 138,993 枚。時価総額は 1.237×138,993 イコール171,934ドル。日本円にして1783万円。暗号資産の時価総額ランキングでは1400いくらに相当するので、見た感じは安くてまだまだ上がりそうです。しかし、クリエイターコインの価格の決まり方は他のコインと違うので注意が必要です。一般的な暗号資産取引所では、買い取りの注文のマッチングによって価格が決まります。例えば、100円で売りたい人が売り注文をいたりのした後、100円で買いたい人が現れたら、買い取りの注文を約定して、現在価格は100円に決まります。このように、一般的な取引所では、ユーザーの注文を板に乗せて売買が成立した価格が現在価格になります。これを板取引と言います。一方、クリエイターコインは板取引ではなく、これを使います。ドン！トークンボンディングカーブ！トークンボンディングカーブは、供給量が増加するほど価格が指数関数的に上がっていく価格の決め方です。例えば、供給量が1万枚の時、価格は1ドル。供給量が2万枚に増えたら3ドルのように、コインの供給量が増えると価格も上がっていきます。投資判断の重要なポイントになるので、クリエイターコインの使用に合わせてもう少し詳しく説明します。レッド！クリエイターの名前はクリさん。発行するコインの名前はクリコインとします。まず、クリさんは運営会社にクリエイターとして登録します。すると、運営会社はクリコインを5枚目発行してクリさんにプレゼントします。運営会社はコインの価格を1枚100円と表示します。実際はドル表示で価格も異なりますが、わかりやすくするために1枚100円にしています。次に、クリさんはファンにクリコインを発行したことを通し、ファンがやってきてクリコインを買うためにお金を支払います。支払いはクレジットカードを使いますが、ビットコインやイーサーなどの暗号資産や USDC というステーブルコインでも払います。ファンが支払ったお金はプールに入り、そのお金によってクリコインの価値が担保されます。運営会社はファンが支払った金額分のクリコインを新しく発行し、ファンに渡します。クリコインの供給量が増えたので、トークンボンディングカーブに沿ってコインの価格が少し上がります。ここでは分かりやすくするために10円上がって110円になったとします。次に別のファンがやってきてお金を払ってクリコインを買いました。先ほどと同じようにお金はプールに入り、運営会社は受け取った金額の新しいクリコインを発行してファンに渡します。クリコインの価格は少し上がって120円になりました。さらに別のファンがやってきてお金を払ってクリコインを買いました。先ほどと同じようにお金はプールに入り、運営会社は受け取った金額の新しいクリコインを発行しファンに渡します。クリコインの価格は少し上がって130円になりました。
このように、ユーザーコインカーとユーザーの購入資金を担保に新しいコインが発行されて供給量が増え、トークンボディカーブに沿って価格が上がるのがクリエイターコインの価格の決まり方です。売る場合の流れも見ておきます。ドン！クリさんは運営会社からもらった5万枚の一部を運営会社に売却し、プールに入っているお金を手に入れます。運営会社は受け取ったクリコインを焼却することでクリコインの供給量が減って価格が下がります。クリコインを売却できるのはクリさんだけではなく、クリコイン保有しているユーザーも売れます。ただし、売るときは1回最大150ドルの手数料がかかります。日本円にして約1万6000円。わお！そして、プールが空に近くなったら最低価格あたりに戻ります。この例では、プールが空になっても2人のファンがクリコインを保有しているので価格を担保できていないように見えますが、売買時に高い手数料が取られるのと、クリエイターが売れる枚数には制限がかかっているので、実際はファンが全部売ってもプールが枯渇することはないと考えられます。具体的なクリエイターが売れる枚数の制限は 0.25%。説明書には 0.25% で書かれていて、何日あたり 0.25% なのかわかりませんが、パーセントの割り替えを予想すると、1日あたり 0.25% のロックが解除されると思います。1日あたり 0.25% を1年間にすると、0.25%×365日イコール91.25%。約1年1ヶ月で全てのロックが解除されます。なお、コインの発行枚数に上限はなく、ファンがコインを買えば買うほど枚数が増えていきます。以上がクリエイターコインの価格の決まり方です。以上参考に、ケイスケ・ホンダコインは爆上げするのか予想すると、それは、爆上げしない危険な匂いがする、と予想します。理由を順を追って説明します。ずっと、これはホンダコインの詳細画面です。上下2つの画面は時間を空けてスクショを撮った同じページの画面です。画面下にはホンダコインの取引履歴が新しい順に表示されていて、上下の取引履歴を見比べてみると同じなので、空けた時間の間取引が行われていないことがわかります。取引が行われていないということはホンダコインの価格は変わらないはず。価格を見てください。上は 1.225 ドル。下は 1.237 ドル。価格変わりました！これはどうしてだかわかりましたか？そうです。これです。ドーン！ RLI 価格！上の RLI 価格は 0.058 ドル。下の RLI 価格は 0.059 ドル。つまり、ホンダコインの価格が上がっているよりは RLI の価格が上がったからです。RLI 価格の左側を見ると、ホンダコイン1枚の価格は RLI 立ちで表示されていて、数値は変わっていません。RLI とはですね、ラリーネットワークというクリエイターコインを実現しているネットワークのコインです。ラリを1文字ずつ開けて読むと LLY ラリはイーサリアムベースの会社で、クリエイターコインはラリーのプライベートサイドチェーンに存在しているそうです。またラリはガバナンストークンでもあり、運営保証を決定するときに投票したり、流動性マイニングでさらに多くのラリを手に入れることができ、現在ベータ版で試せます。チャートドン！これはラリーの冷やし方です。ラリはユニスワップとバランサーという2つの分散型取引所にしか上場していません。10月16日に上場して、初値は 0.156 ドル。次の日に 0.679 ドルまで爆上げした後暴落し、11月23日現在は 0.059 ドル。高値から 91% ダウン。このようにラリーは価格変動が大きいコインです。ラリーの価格にホンダコインが連動した場合、どんな弊害が起きると思いますか？そうです。価値が担保できなくなります。例えば、ホンダコインの価格は100円。プールに1億円分のステーブルコインが保管されていて、ホンダコインが全部投げ入れされても買い支えることができる状況だとします。その状況でラリーが10倍に爆上げすると、ホンダコインも10倍になって1000円になります。すると、ホンダコインの価値を担保するには10億円分のステーブルコインが必要になります。しかし、プールには1億円分のステーブルコインしか入っていないので、残高が足りず価値の担保ができません。つまり、ラリーの価格が上がると、プールの残高では価値が担保できなくなる。このことから想定されることは何か？そうです。プールにはラリーが入っている可能性があります。上はユーザーからお金を受け取ったら、それをプールに入れずに懐に入れて、ラリーの検査確保元に必要なラリーの枚数をプールに入れている可能性があります。そうすれば、ユーザーがクリエイターコインを売却しようとした時に、上はラリーを取引所で売ってステーブルコインを買えてユーザーを渡せば、ラリーの価格が何倍になっていても問題なく換金できます。では、逆にラリーの価格が10分の1に暴落したらどうなると思いますか？そうです。ホンダコインも10分の1に暴落します。
しかも、ホンダコインだけでなく、ラリーの暴落によって全てのクリエイターコインが暴落します。暴落するケースなんてあるのか？あるんです！いいんです！例えば、大物インフルエンサーが100万人のフォロワーを連れてきて、大物コインをフォロワーに販売したとします。その後、大物インフルエンサーが殺人に逮捕されて、フォロワーが一斉投げ入りしたとします。すると、上はプールに保管されているラリーを取引所で売却し、ステーブルコインをフォロワーに渡しますが、大量の売りでラリーの価格が大暴落します。その暴落に引きずられて、すべてのクリエイターコインが大物コインと一緒に大暴落します。このように、クリエイターコインの価値の担保をラリーでするのは危険です。さらに、クリエイターコインの売却がラリーの売却につながる状況は、新規が入ってこなくなった時の暴落が免れません。例えば、5万枚のクリエイターコインを保有しているクリエイターは、毎日1250枚売却できる枚数が増えていくので、それを買い支える新規が入り続けないと、クリエイターコインの価格はどんどん下がっていきます。なぜなら、クリエイターがクリエイターコインを売ると、ラリーが売られ、ラリーが売られることでラリーの価格が下がり、ラリーの価格が下がることでクリエイターコイン全体の価格が下がる。価格が下がるのを見たユーザーがクリエイターコインを売ると、ラリーが売られ、ラリーの価格が下がることでクリエイターコイン全体の価格が下がる。ループ！また、クリエイターコインは外部に送金することができないので、いくらホンダ氏がホンダコインの成功のために頑張っても、会社が倒産したり飛んだりすると、ホンダコインは無価値になるどころか消滅します。このような危なっかしい暗号資産に投資する人はいるのか？いない！故に、ホンダコインは馬鹿にしないと予想します。もしかしたら、ファンの稲穂で吹き上げるかもしれませんが、危険すぎて投資家エントリーできません。ちなみに、クリエイターコインの取引履歴がブロックチェーン保存されているにもかかわらず、ホンダコインの詳細画面をスクロールして過去の履歴をすべて使用すると、なぜか履歴の件数が増えたり減ったりするバグが発生します。これは一体どういうことか？さらに、ドン！一番下の丸3はさらに時間を空けた後の詳細画面です。取引履歴は何も変わっていないのに発行枚数が1枚増えました。これは一体どういうことか？ホンダ氏はもう一度クリエイターコインの安全性について調べて、問題があるなら被害を拡大しないためにもコインの発行を撤回することに期待です。おすすめはこれです。ドン！ビットポイントでホンダコインを発行する！現在、ビットポイントは独自ブロックチェーンの基盤を開発します。ホンダ氏はビットポイントのイメージキャラクターとして CM に出演したことがあるので、その流れでビットポイントのブロックチェーンでホンダコインを発行した方がいい。集計ドン！これはトランザクション履歴の集計結果です。ホンダコインの購入額合計は 58,430 ドル、売却は 8,567 KSK、 1KSK 1.2 ドルで計算するとプールに入っているのは約 48,000 ドル、約500万円。嵐の前の静けさか。なお、今回の話はクリエイターコインの使用を元にした一個人の意見にすぎません。投資を検討している人は動画の内容を鵜呑みにせずに自分でよく確かめてから投資するかどうかを決めてください。まずは、クリエイターコインがサイドチェーンに存在する証拠を見せてもらうのがいいと思います。以上、ホンダケースケコインは爆上げするのかでした。この動画が面白かったらグッドボタンお願いします。当面もたらさんご予算を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。トレードが上手くなりたい人はトレード道場へ。トレード道場で2回連続トップのプレイヤーが現れました。当確で10万円分のビットコイン獲得です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。